近いのか。もう懐かしく感じる。お前たちは、うちがイタチに、ナガト。少し変わったか。これってば、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしただと。まさか、ここまで成長するとはな。なら、憎しみは克服できたってことだな。おう、兄弟子のあんたが教えてくれた痛み。B のおっちゃんとの真実の滝での修行や、父ちゃんや母ちゃん、とにかく、みんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。そういや、俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。話はそれくらいでいいでしょう。まだ喋ってんのに。後ろで操ってる奴の言いなり。タイミングなんて関係ない。 OK？ サスケはどうなった。木の葉へ復讐するつもりだってばよ。暁のメンバー帰っちまった。なぜサスケは里に戻らない。あんたの本当の極秘任務のことを聞かされて、そんで里を潰すことを選んだんだ。イタチ、あんたは里とサスケを守るため自分を悪党に見せかけ死んだ。ならこのことは里の皆には決して言うな。名誉あるうちは一族に変わりはないのだから。それとサスケはお前に任せる。お前にその力を渡しておく。うまくいった。何がどうなったんだよ。安心しろ。もう俺は操られてはいない。敵の術の上に新たな現実をかけた。よって江戸天聖の術は打ち消された。俺様のチャクラを。すまない。体が勝手に。全盛期に戻ったか。
先生。戸塚の剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか？ナルト、俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくとするよ。お前なら最高傑作の物語を作ることができる。なんといってもお前は俺の弟弟子なんだからな。平和への道、最後まで進んでくれよナルト。じゃあな。ナガト、こんな戦争俺の手ですぐに終わらせてやる。一人で無理をしようとするな。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。え？お前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れ、おごり、子に執着すればいずれマダラのようになっていくぞ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。確かに。俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ。今のお前ならばサスケを止められる。弟を頼んだぞ、渦巻ナルト。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチ。俺たちも行こうぜ、Bのおっちゃん。Oh, yeah.